サフェロントーン、海くんです。超お久しぶりです。皆さん今年の夏はいかがお過ごしでしょうか。僕は元気っす。改めまして今年の2016年のジャパンエキスポ皆さんありがとうございました。メルシーボクー。ありがたいことに2015年にパリのジャパンエキスポに参加して、そして次の年の初めにはマルセイユに行って、また2016の今年パリのジャパンエキスポに参加できて本当にもう泣きそうです。ということで今回から僕が好きなパリの場所やマルセイユの場所を紹介していく動画のコーナーが始まります。イエイ。皆さん楽しみにしていてください。マルセイユでは港町を存分に楽しんだり、ブイヤベースを食べたり、パリではね、存分に芸術に浸っていろんな美術館を見たり、本当に紹介したいことがたくさんあります。日本に住んでいてまだフランスに行ったことのない人たちにフランスの良さが伝わったり、またフランスにいる方には僕がどういう場所が気に入ってどういうことを感じたのかが分かってもらえるような動画になればいいと思ってます。なので楽しみにしていてくださいっす。それじゃあね、グッバイドゥン、こい。